侍は誉れを重んじると書で読んだ。それが己らと我らの違いよ。ならばなぜ我が兵は背後から斬られている？酒井は決してさような手を使わん。戦では化けの皮が剥がれる。ならば己は犬だな。不未来の下地でしか動けぬ哀れで臆病な犬だ。お前の老いも侍の道に背き犬になるつもりのようだ。止めたくば大元国に下るしかない。そして我らは本土襲来の手先となる。違うか？考えておくことだ。ただし急がねば己の老いは道を踏み外すことになるぞ。それまで首がつながっていればな。赤が仕事を終えるまで叔父上をお助けには行けぬな。ユナに話を聞いてみねば。あよ、よってけっか。俺の話を広めておるな。聞きたい言葉を言ってやるのさ。噂は広まってるよ、クロードの。お主が言い始めたデタラメではないか。クロードの力を信じてみんな村に残ってんだ。武士の力ではないのだな。武士とクロードさ。叔父上が自由になれば皆おとぎ話から目を覚ますぞ。どうかな。タカは仕事に精を出してるよ。あんたのために必死だ。様子を見に行くとするか。志村様を助けるのに手を貸してくれる人は見つかった？まあな。石川先生と足立雅子殿が生きておいでだ。お二人とも人を追っていらっしゃるが、ご助力くださる。お年寄りの弓取りとやもめの武士、それで足りるの？菅笠衆にも会いに行った。頭は古い馴染みであったぞ。じゃあ人手は十分に集まったんだ。お主はどうする？さあね。誰か手を貸してくれ。任せな。バカに会って話は後で。酒井様、打ち終わりました。お待たせしてすみません。刃を太陽のごとく輝かせましょう。鋭さと切れ味が増しました。酒井様、十分な素材をお持ちください。では。はい、ほやら。その太刀がお分を取ります。縄の先に鉄の鍵を仕込みました。壁登りや谷渡りに役立つかと。丈夫なのか？手前で試しました。おさめを鍵縄です。良いものだな。借りができた。いえ、とんでもない。俺は姉さんと家と鉄だけで満足なので。痛み入るぞ。ジン、どこにいる？龍蔵。ジン、出てこいよ。誰か武士を見てねえか。ここにいるんだろ。四方を探し回ったんだぞ。
仲間が猛虎に捕まっちまった。叔父上の救出が難しくなるな。ジン、手を打たないと仲間がやられちまう。叔父後も囚われのままだぞ。場所は八立て砦の近くだ。よし、わかった。策を考えてみよう。我还要救人呢。手下は砦の近くだと言ったな。どこかわかるか。ああ、実は砦の中の檻だ。砦は崖の上。いかにして助けるつもりだ。戦える奴はまだ残ってる。近くの四つ地で待たせてんだ。足りると良いがな。行くぞ。手下はなぜ捕まった？あの地図覚えてるか？補給路が記されておったな。飯はあったか？ああ、万兵付きだったけどな。なれど精鋭を連れておったのだろう。まんまと生け捕りにされちまった。逃げ延びたのは俺だけだ。生きておるとなぜわかる？昨夜あいつら歌ってたんだよ。うん、猛虎が歌を許したとは意外だよな。上手だったのだろう。このまま浪人をやめてはどうだ。好きでやってるわけじゃねえ。刀比べで負けたからだよ。ああ、長尾家の刀比べ、それがどうかしたのか？覚えてるか。武家の連中が刀比べを見に来てたんだ。それなのにお前は本気で撃ってきて腕が折れかけたぞ。加減すれば誰もが気づいただろう。だからって本気で撃つか。負けるわけにはいかなかった。俺ごときにってことか？そうは言っておらん。生まれのいいお前と違って俺はあの刀比べで腕前を見せてどこかの武家の老頭になろうと狙ってたんだ。俺のところに来れば話を通してやったものを。お前に頭を下げろって？嫌だね。俺は一人でどうにかしたかった。なぜ早く言わなかった？なんでだろうな。お前、お松でクロードと呼ばれてたぞ。酒井様より出世したな。どうした、お前より名が知れて不満か？ヒロと心臓は逃げたよ。おらんだろう。あいつら逃げただと？俺の苦労が水の泡かよ。捕まった手下を救うならこの数で十分。戦や病や上で死んだ奴はいても逃げる奴など弱いのだ。前に火はない。他に逃げたい者は？時期暗くなる。出立はできそうか？手立ては道中で話そう。よし、てめえら行くぞ。どうやって救い出す？どうやって？策を出すのはお前の役だろう。うん。砦に入る道は一つだが守りが固い。忍び込まねばならぬだろう。崖の見張りが手薄だ。崖を登り壁を越えよう。
何？お前は猿か？役立つ兵具がある。手下は任せろ。うまくいけばのろしを上げる。攻め入りの合図だ。猛虎を挟み撃ちってわけか。見ろ、やはり策があったな。崖に続く道を探す。のろしが上がるまで隠れておれ。おい、ジン、死ぬなよ。別摔死了。百公尺。不是。要试试看抓钩是吧？但が鍵縄を使えばいけるはず。哎、欸，哈哈，真的会摔死的。哎呦！哦，うまくいった。嗯。等下，怎么过啊？哦、oh. ，これは使い手があるな。哦吼，这个钩子还蛮好玩的。手前の岩場に渡れ。啊！糟糕，至少不会摔死啊！哦呦，好可怕！惊险哦！スゲガサシはどこだ？リュウ好棒！本当に歌っておる。檻は散らばっているようだ。レギパスだ。我差点失手啊！敌人还蛮多的，不少，把里面的人干掉比较快一点。嗯，金哈鲁。这也太大声了吧，好可怕。
しTermun baiz tarla. Ala huy huay. Termun baiz... Ala huy huay. Murta chata huay. 没发现吗？这个一点差一点。超帅！無事のようだな。ええ、なんとか。チンハルゴ。ヤスンベ。気を注意しますって。アンリ。开始黑打了哇斩光弹啊砍得比较快吧。どうやって入った？戦に備えろ。ガテンだ。哎，差点被发现。
摔倒了。哎呦，新招式啊！侍よふちっちゃ刚好闪过不要怕怕什么啦？躲什么躲啊？人必有一死，好不好？有两个人在哪里啊？腰を上げて竜像を入れよう。这里信号是在哪边？哦，这边门口。哎呦，乱丢！哎呦！哎呦，破甲破甲！乱丢！人太多了吧？这个全身都泥巴了，我干什么了你？
哎呀！给锁住了。神秘。いつ迎えが来るか仲間と賭けをしてたんです。負けちまった。酒は持ってきたよな。一体どういうことだ。さっぱり意味がわからねえ。どうした。王子はうまい飯をくれたってよ。それだけじゃねえ。拷問もなしだ。そりゃ歌も許すはずだぜ。無事であったことを喜べ。だがどうしてあいつらに飯を食わせる。見返りを求めたのやもしれぬ。助かったよ。あいつらは俺の全てだ。よしてめえら馬に乗れ。小松でユナに会わなければ。哇，影舞者！武器，粘性炸弹。火薬を詰めた袋に松ヤニを塗れば敵の体にひっつく。好哦，这集先到这边哦，喜欢帮我按个赞，下次再见，拜拜。